おはようございます、みとこです。おはようございます。今日2回目ですね。先ほど上げた動画で黒猫ヤマトさんが今日朝一で来るということでお伝えしていたんですけど、届きました。もうちょっと隠して、これ段ボールの外側にこんな可愛いものが貼ってあって、表面がこんな感じになっております。私ね、多分これ一本針で編んでらっしゃると思うんですけど、私ね、編み物すっごい下手くそなんですよ。下手くそっていうかね、わからないのね、頭悪いでしょ。全然わかんない。うちの母親がね、一本針で結構ね、レース編みとか昔やってて、ね、何回も教えてもらって、教えてもらいながらなんとかかんとかできるんだけど、なんかいろんな編み目あるじゃないですか。それでもね、もうわかんない、もういいって、ママの言ってることわかんないみたいな感じでねそうね、諦める。だからね、レース糸とか一本針とかすごいいっぱいあったんだけど、はい、全て無駄なものになってます。で、こちらは私お名前出していいかどうか確認してないや、確認してないのでちょっとお名前は伏せさせていただきますね。いただきましたで、こんな感じ。これもうがっちりバレンタインじゃないですか。こんな素敵なね、なんかすごいいっぱい入ってるんですよ。そしてこれお袋さんが入ってるのと、大観山ってもう響きがもう都会ですもんねはい、でブレイクタイムにってことでお菓子をいっぱい詰め込んでくれました。こういうサンキューって感じですね。サンキューって感じ。あ、これはかわいい竹井美希さんかな。ちょっとお手紙ちょっと一回読みますはい、ありがとうございます。なんかね、私先日誕生日だったんですけど、誕生日だったということで、私の不得意な編み物をして送っていただいたらしいです。ちょっと開けるの楽しみ。ていうかこれ、こう超かわいいボンボコついて、ハートの紐もこれ編んでらっしゃる編み物得意な方なんですね。いやー、ちょっとこれマステもかわいいじゃないですか。ちょっとファイルはこちらに置いといて、まずこちらからいきますコチョレートかな、コチョレートだ。どうしよう、開けちゃおうかな。開けちゃってもいい？誰に聞いてんだおいって感じですけど、開けちゃいます。よいしょ。なんか交換便初めてっていらっしゃるということで、なんか楽しんで作っていただけたらよかったかなと思っておりまして、あ、ちょっと私これ下手くそだな。はい、大観山シェリューイっていうのかな。なんだろう、どんな風になってるのかな。たまたまなんか変なメロディーに合わせて喋れますね、私ね。気づいた今。おう、ちょっと高級そうだって高級そうなコチョレートじゃないですか。よいしょ。わーおー、超うまそうやばい。ちょっとこれはゆっくり堪能させていただきますよ。はい、
そしてこちらの箱にも行きたいと思います。これはどうやって開けるのかな。これもコチョレートですね。ね、交換瓶って楽しいですよね。楽しいんだけどさ、最近結構自分の知り合いっていうかね、交換瓶とか紙物通して知り合った方々、結構ね、なんかトラブルに巻き込まれてるのか、なんかちょっとね、楽しい思いをしてない、なんか結構辛い思いしてる方とか、ね、結構いて、なんかそういうの聞くと、いや、なんか、ね、こういうのって、わかんない。お互いさ、信頼関係のもとでやることじゃないですか。やっぱり個人情報をさらけ出すし。よいしょ、これどういった件だ？さらけ出すしさ、やっぱ顔の見えないことだから、ほんとね、お互いの信頼関係だけで、なってるもんだと思うんですよね。あ、こうか。だからね、なんかちょっと、わー、これちょっと開けないで後で開ける。あー、ありがとうございます。だからね、なんか、ほんと、おっかないっちゃおっかないと思うんですよね。うん。だから私もいつかなんかそういう時が来るのかなとか思うと、なんかもうこの辺でやめちゃおうかなとか思ったりするんだけど、いや、ほんと怖い、うん、だからね、紙一重っていうか、なんか例えがおかしいかもしれないけど、楽しくやりたいですよねっていう話。はい、そしてこれブレイクタイムにってことで、すんごいいっぱい入れてくれてましたよ。あ、木とかと、木、なんか今発音がしかった、木とか39キロカロリーだって。これカロリー入ってくれてんだ。あ、このラーメン美味しいですよね。私どっかでつまんだことあるつまみ食い、カフェラトリーキャラメルマキアート、手軽でいい、こういうね、お湯入れるだけでいい、クッキー、いや、ちょっとこれおつまみ系じゃないですか。あられ、あられ好きなんですよ。あ、紅茶、マスカットとストロベリーね、お茶も好き、紅茶も好き、コーヒーも好き。これからもよろしくね、ありがとう。こちらこそよろしくお願いします。本当によろしくお願いします。桜餅、あ、おひなさんだからね、栗天才。もうね、あっという間にもう2月終わっちゃいますよね。ついこの間正月だと思ってたらさ、2月って本当に早いから、もう油断してたらもう3月でしょ。で、もう3月の新学期始まるじゃないですか。私新学期関係ないですけど、でも4月になってもうね、雪とか溶けたらもうなんか家でじっとしてられなくなるから。これもあられ、じっとしてられなくなるから、紙物とかそんなに作らなくなるんじゃないかなって心配はあるんですけど、どうだろう、どうだろうとかっていや、作れません。お約束してる方の分はしっかりやらせていただきますので、少しお待ちいただくかと思うんですけども、約束はしっかり守ります。はい、で、お菓子でした。余談が多いな、今日は。しっかり紹介したいのに。はい、そっちてだってちょいちょい変な言葉出てくるぞ。こちらは、わっ、わー、わー、すごーい帽子、これ手編み、わっ、わー、すごい、いやー、すっごい上手。
いやー嬉しい。いや、かぶります、かぶります、かぶります。私もう早速もう月曜日からの仕事にかぶって歩いていきます。そう、仕事ね徒歩で行ってるんですよ最近。ちょっとね9月ぐらいから健康のために、大した距離じゃないんだけど。うわ、いや、ちょっとそしてねカードが入ったんですけどね、星の数よりたくさんの、かわいい、超クマかわいいしてね、これちょっとデコボコしてるんですよね、見えないか。そしてね開けたらね、ほらハッピーバースデーって輝きが降り注ぎますようにって、いや超嬉しい、ありがとうございます。ああ嬉しい、涙出そうになるな、涙出そうになるなと。はい、ありがとうございます、嬉しいな。はい、そしてメインのファイルの方に行きます。このマステはもちろん取っといて、マステ帳に貼りますよ。これさ、使えますよね、普通にね。なんか、カーテンとかこうやって縛ったりとか、あ、これ取れるんだ。あ、そしたらさ、これカバンにつける私。うん。カバンにつける。キーホルダーじゃないけど、カバンにチャームでつける。私の。通勤リュックサックにチャンピオンのじゃーんじゃーん。初めてですか？初めてじゃないですよね。これこれすごい綺麗に作ってある。初めてじゃないですよね。いや、なんか攻めてるわけじゃないんですけど。待って、すごい綺麗に作ってるっていうか、すごいやっぱ編み物するぐらいだから器用なんですね。あ、これ何、これ、これ何、これ、え、こんな印刷したやつあんの、あのカードケース、え、こんな印刷したやつあんだ、わあわあ、そうなの、そしてこれどうやって止まってた？こうか。私壊したわけじゃないよね、今ね。あ、ハートだ、ハート。びっくりした。私も曲げたかと思った。そんな曲がるかって。わー、食べ物系、フレークシール。わー、見たことない。わー、かわいい。ロンドンバース。かわいい。あ、ここに使われてるこのファイルの、こんなの売ってるんですね。初めて見たよ。うわ、やべえ、これちょっと猫ちゃんばっかり、いや嬉しい。やべえ、これやべえとかつっちゃった、やばいやばい。わあ、かわいい、わあ、かわいい。かわいい、かわいい。かわいい。全部かわいい。わあ、かわいい。いや、ありがとうございます。いや、ちょっとこれは大事に使わせてもらいます。手帳に貼ろう。そして、これはメルシーって書いてあります。メルシー防空って感じですね。パリ、
これ素敵じゃないですか、このポストカード。チンチラさんが暴れてる。かわいいポチ袋。そしてこちらに行きまして、なんかすっごい丁寧に作ってあるの。これはコルク素材のものですね。あのコラージュとかに使えそう。よいしょ。あ、かわいい、かわいい。メッセージカード、かわいい。チョコレートメモ、なんかすごいいっぱい入れてくれてません？あ、かわいい。ミニレターセット、あ、かわいい。これかわいい、じゃん、かわいい。あ、そしてアリス、これもミニレターセットなんだ。ちょっとこれかわいいな。なんか紫、私ね紫も好きなんですよ。とかね、ちょっと穴水っぽいものも好きで、かわいい。穴水の洋服は持ってないんですけどね。すっごい高いですよね、ワンピースこれ。びっくりする値段するの。かわいい。そしてさ、この封筒もかわいいんですよね。わ、丸ごといただいちゃった、ありがとうございます。油取り紙、油取りまくります。油出るからね。なんかこれ油取り紙もらうたんびに言ってるような気がする、私。そしてこちらに行って、なんかすごいね、ビシッと作ってる、ビシッと作られてるんですよね、すんごい上手に。わーわー、かわいい。これ竹井美希さんですよね。わあ、かわいい。わあ、わあ、わあしか言ってない。あ、これ旅行の猫。かわいいやつですよね。あ、これ、これ好きなんです。これ、これが好き。かわいい。わあ、便箋いっぱい入れてくれてる。いや、これもかわいい。かわいい。これこれ、そして何これ、ガチャピン、ガチャピンではないの、ではなさそうだね。かわいい。いやー、ため息出るわ。ため息出る、素敵すぎて。いやー嬉しい。そしてここには何入ってんだ。あ、これね、ちゃんとめくりやすいようにお気遣いいただいて、私ね、ここも気遣いできないんですよね。あ、ヒアルロン酸、みずみずしく潤う美肌、ありがとうございます。私最近ね、メイクっちゅうほどのメイクじゃないけど、お化粧する前、かける前とか必ずね、パックしてからお化粧するようにしてるんですよね、水分補給しようと思って。おー、ポチ袋、これなんだ、これかわいい。これ、あ、これパンツ、あ、パンツではないんだ。これかったるいわって書いてある、かわいい。くでたま、くでたまのダルダル感がいいですよね。音ちょっと鳴ってた、うるさい。はい、すいません。あー、お袋さんいっぱい入れて、あ、かわいい。お袋さんありがとうございます。あ、こっちにも平袋。あ、この紙いいですよね、この紙好き。あー、袋がいっぱい入れてくれた。ちゅうか、いっぱいいただいちゃって、私何返したらいいだろう。何返したらいいだろう。ジンギスカンでも送りますか。後
缶瓶じゃなくなるね、そしたらね。じゃがいもでも送りますか。親戚のやり取りになっちゃうね。えーいとか言って、こりゃ素敵だぞ。どうやってしばってあったんだ。こうか。こりゃ素敵なもんいただいた。なんか縛り方違うかもしらんけど、はい、こんな感じでした。すごい素敵瓶。あ、これ帽子とこの紐お揃いなんだね。あー、ため引きてるわ。とありがとうございます。はい、今回はこの辺で、あのこの方にも先送りいただいてるので、あの頑張ってファイル作ります。はい、2月中には発送したいなと思ってるんですけど、もし間に合わなかったらごめんなさい。はい、それでは今回はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。みとこでした。バイバイ。